コーヒー飲料や健康ドリンクなどの清涼飲料水にはとても多くの砂糖が含まれているこれは誰もが知る事実である健康な人間の血液中に存在するブドウ糖は 4g 前後だだが清涼飲料水の中にはそれをはるかに上回る糖質が含まれている大量の糖質が液体として急に体内へ取り込まれると体が変化に対応できず血糖値は急上昇してしまう血糖値が高い状態は肥満につながる さらには脳疾患や心疾患、癌などの病気を招きかねない。健康の鍵は血糖値のコントロールにある。血糖値を引き上げるのは糖質だ。糖質はご飯やパン、お菓子などに含まれる。中でも清涼飲料水などの液体で摂取した場合、胃での消化に時間がかからず、血糖値が一気に上がってしまうので危険だ。 血糖値が上がると脳内物質が分泌され一時的に死腹点に達する。しかし体内の変化を察した水道が大量のインスリンを放出すると今度は血糖値が急激に下がりイライラなどの不快な症状が出る。こうした血糖値の急激な低下による不快な症状を反応性低血糖という疲れやすさ、眠気、集中力が続かないなど様々な症状がこれに当てはまる。そして肺な状態に戻るために糖質を繰り返し摂取すると体は 糖質中毒に陥ってしまう清涼飲料水などを作る食品メーカーはどのくらいの糖質を入れれば至福点に達するかを計算して製品を作っているので十分な注意を払わなければならない<う>肥満の原因は糖質であるカロリーを減らすことは肥満とは関係ない脂肪のカロリーは高いが食べ過ぎても便でほとんど体外に排出されるその一方で糖質は体内で100%吸収され分解合成された後脂肪となり体内に残ってしまう スポーツジムに通う人にはパウダー状のプロテインやアミノ酸を摂取している人も多いしかしこうした人工的な商品には自然な食品と比べて大量のタンパク質が含まれている大量のタンパク質の摂取は毒素をろ過する腎臓や骨に悪い影響を与えるので控えた方がいいまた WHO によって発がん性のあると指摘されているハムやベーコンなどの加工肉も食べない方が安全だろう一方で食べた方が良いものは 血糖値の上昇を抑えるオオリーブオイル体にいい成分を多く含むナッツ類血糖値を下げるワインなどである特に健康を考える上で完璧な食べ物なのが大豆だ悪玉物質や尿酸値を下げる効果があり良質の植物性タンパク質を多く含むため毎日摂ることを推奨したいただしいずれの商品の場合も無添加などの品質にはこだわるべきである 糖質は体内に取り込まれるとブドウ糖に分解されるが大量に摂取すると血液中に余ってしまう余ったブドウ糖はインスリンの働きによって中性脂肪に変わる脂肪は体内のエネルギー貯蔵に適した性質を持っているため運動してもなかなか消費されない痩せるために必要なのはご飯やパン芋類などの摂取量を減らし日々の糖質量を制限することだ特に食後に活動がない夕食時は糖質をできる限り減らすとよい 肥満の解消に最も大事なのは運動ではなく食事であるただし一言で糖質と言ってもその悪性度は食事によって異なる白いご飯を抜くのが辛ければせめて生きる上で必要のない糖質は摂取しないように心がけたい最も悪性度が高いのは缶コーヒーや清涼飲料水など液体の糖質だ次に砂糖の入ったお菓子果物白米芋類と続くいずれにせよ自然の形に近い食材をよく噛んで食べ食べすぎないようにするのがのどましい テクノロジーの力を借りれば血糖値は簡単に自己測定できる血糖値を常に70から140の間で維持すれば確実に体重は減っていく血糖値を急激に上げないようにするには野菜、タンパク質、糖質の順で食べるといいまた同じ量を食べるのなら数回に分けて食べるようにするべきだそうすると血糖値が大きく上がらずインスリンの活動も抑えられるので太らなくなる 血糖値が安定するとその日のパフォーマンスもアップする腹ペコドカ食いをなくせば血糖値の急激なアップダウンによる体調不良も防げるだろう糖質を減らす代わりに取った方がいいのは満足度を上げるタンパク質海藻やキノコオリーブオイルなどであるアルコールはダメと思われがちだが決してそんなことはない特に辛口の白ワインは血糖値を抑える効果があるという積極的に飲むことをお勧めしたい糖質を取るべきは朝だその後の活動によって消費されやすいからである 血糖値の急激な上昇を防ぐためサラダやヨーグルトなどの後に食べると良いだろう果物も朝に摂るのが望ましいただしジュースにはしないことたくさんの果物を使うと糖質を摂りすぎてしまうし食物繊維が取り除かれてしまう恐れがある昼食の定番であるラーメン牛丼などの単品物は血糖値を一気に上げてしまうため食後に眠くなりやすい できればサラダのついたセットメニューにしよう。逆に菓子パンは血糖値を急激に上げてしまうので避けるべきだ。なお昼食には最低30分ほどかけた方がいい。ゆっくり噛んで食べると満腹中枢が刺激されるため適切な量で食事を止めることができる。また食後はすぐに運動しよう。食事を終えてからオフィスに戻るまで早足で歩けば食後の血糖値の上昇を抑えられる。 夕食は消化の時間を考えると寝る4時間前までに終えるのが理想である。肥満の人は夜に糖質をたくさん取っているケースが多い。夜はおかず中心にし、主食を取らないように心がけたい。居酒屋での食事のように、焼き鳥や枝豆などのタンパク質に加えて、焼酎やワインを飲むのがおすすめだ。なお、日本人が過剰摂取しがちな塩分もなるべく控えるべきである。塩分を控えると、食材本来の味がわかるようになり、添加物などが入っているかどうかも察知できるようになる。 病気にならない体を維持するには免疫力を下げないことが大事である。花粉症や喘息をはじめ、癌も免疫力の低下が引き起こす病気だ。これらを予防するためには、生成された大量の砂糖、化学物質や農薬の使われた食べ物など、もともと自然界に存在しない食べ物はなるべく避けるべきである。また、満腹状態よりも飢餓状態の方が、鳥獣遺伝子は活性化するというデータもある。食事は腹七分目で終えるべきだ。 よく噛んで食べることも消化器官や歯などに良い影響をもたらす柔らかいものに頼らず体が持つ免疫力を引き出すような食事が望ましい<う>蝶々の秘訣を知るには100歳を超えて生きる人たちに直接学ぶのが近道である。 世界各地で行われている長寿の研究や調査によると健康長寿の人が多い地域では食事をはじめとした生活習慣に共通点が見られるというそれは豆類や野菜をたくさん食べるといった食事面はもちろんのこと坂道の上り下りや積極的な労働生きがいも含まれる医療リテラシーなど健康への意識の高さも重要だ健康を維持しなければいい仕事は続かない健康な体を維持するためにもまず食生活から見直してみてはいかがだろうか